ハロー、ハロー、ハロー。皆さんこんにちは、サックスプレイヤーのジュニアです。今週もありがとうございます。まあそろそろ、いいかなということでですね、今週はリクエストにお答えしたいと思います。いくつかねリクエスト入ってる中でこの曲やってみたいなという曲がありましたので、今週はこの曲です。君がいなくなった日々もこのどうしようもない気になるさも、はい、そうです。ディッシュさんの猫、もはや説明はいらないと思います。ね、あのザ・ファースト・テイクという動画で、もうそれがめちゃくちゃバズって話題になって、芸能人の方、いろんなね歌手の方が歌ってみた動画とか出してみたりして、とにかくまあ今話題になっていると。その話題のこの曲に、私ジュニアもアルトサックスでアンサーしてみました。まずは聴いてみてください。どうぞ。慰めてほしい。はい、というわけで、こんな風になりました。ね、気づいた方も多いと思うんですけれども、これはあの CD バージョンじゃなくて、The First Take のバージョンなんですね。で、CD バージョンがですね、なんと、あの、感想が、ギターソロがっつり弾いててですね、あー、ちょっとここでサックスソロ乗せたら、ちょっと音楽的にね、ごちゃごちゃしちゃうので、ちょっとこれ諦めようかなと思ってたら、ファーストテイクバージョンがですね、ものすごくシンプルに作ってあったんですね。で、でもか、ファーストテイクバージョンだろう、あるかな、あるかなって言ったら、あったんですね。リアルカラオケカンパニーさん、本当にありがとうございます。みんな、リアルカラオケカンパニーさんで、ぜひ歌ってください。そして、あの、ミーシャさんの、会いたくて今の時にもう言ったんですけれども、感動のコード進行には、必ず感動の核となるコードがあると。いうことですね。今回あります。それがあの4小節目なんですけれども、4小節目実はあのキーが E フラットから C に転調している。まああの C マイナーから C メジャーにあのほんとちょっとだけ転調しているって感じです。すぐ戻っちゃうんですけどね。で、また7小節目も同じような感じのその転調を使って半音進行。ベースがね、半音ずつ動く。まあその使い方が非常にも心を突き刺さるエモさでですね、まあジュニアもですね、全ジュニアの全エモをそこにちょっともう集中させてですね、エモの真髄をそこに込めましたので、この後よかったら聞いてみてください。一つまあアドバイスなんですけれども、あの短い転調っていうのは僕の場合はですけど、メロディーを作るっていうよりかはそのコードのサウンド自体がとても美しくなっているので、フレーズのメロディーを作るっていうよりかはコード感をがっつり押し出すようにしています。なのでコードトーンというのをメインにがっつり使ってるなっていう感じがねありますので、まあそのあたりぜひ、注目しながらもう一度聞いてみてください。どうぞ。慰めてほしい。ありがとうございました。ね、わかりましたかね。あの最初のね1小節目の伸ばしの高い音なんかは実はコードトーンではなくてイレブンスという音なんですね。ソロの導入の音っていうのはあんまりいろいろ考えずに、まずは自分がどの音が一番しっくりくるかなっていうのを選んでみて、でその音がどういうものなのか、どういうサウンドをするのかっていうのを知ることによって、サックスのソロっていうのはどん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 上手くなっていくと思いますので、ぜひそんな風にしながらいろいろ試してみてください。そしてですね、今日のこのディッシュさんのね、このね、8小節間しか吹くところはねないので、別テイクも撮ってみましたので、はい、
で、それは LINE 公式アカウントの方で、見れるようにこれからしたいと思いますので、よかったら、ジュニア、LINE 公式アカウントの方で、無料ですので、ぜひ友達登録お願いいたします。いろんな、情報をね、そこに、発表していけるようにしたいと思いますので、どうぞ、今からよろしくお願いします。というわけで、今週はここまで。今日も本当にありがとうございました。来週もまた楽しみにしていてください。それでは、サックスプレイヤーのジュニアでした。またねー。